すごい。カツが大きいのが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。これ食べづらいから一回、私はいつもちょっとサラダの上に乗っけて、何が出てくるかというと、このね、おばんざいっていうのかな、おばんざい、このなんか新潟のこの越後湯沢の食べ物で、納豆にあとお漬物で卵を乗っけて、これね、こんな感じで混ぜて食べます。ちょっと台の方が見えやすいから、そう、これでいただきます。なんかね、これもいつもね、小鉢がめちゃめちゃ美味しくて、これ多分小さいね、曲がり竹っていうのかな、これも新潟のタケノコで、小さいタケノコ、多分この季節にちょうど出回るので、これはラッキー、なかなか取れないので。でこれは何だろう、ちくわとこんにゃくと、なんかね、煮物と、あと漬物とサラダと味噌汁、味噌汁もやしと油揚げか、はい、じゃあいただきます。でね、こんな感じで全部混ぜて、で私ちょっと食べづらいから、このスプーンでいただくんですけど、またカツをここに戻す。でね、このね、そう、あのタレカツとの相性がもうバッチリ、全部のせなくてもいいんだけど、一応全部のせてサラダ食べやすいから、そうすれば。じゃあこんな感じで準備ができたので、いただきますこんな感じなんでしょう、なんだよ、ほらご飯ね、これタレカツ、うん、美味しい。何だろう、一味では、ちょっと一味があっても、一味があってもよかったかなと思うんだけど、何だろう、七味だ、これ一味、七味、ちょっとピリ辛にして食べても美味しい。これね、これは曲がり竹、新潟のタケノコ、曲がり竹っていう、あ、ちゃっぴ、よし、大丈夫、産業ルール、うん、シーチキンと曲がり竹で、そんなにしょっぱくないんだよね。色が濃いからしょっぱそうに見えるけど、そんなにしょっぱくない。うん、美味しい。ここね、いつも小鉢も美味しくて、お野菜もたっぷりだし、まあ、ご飯も新潟だからもちろん当たり前で美味しくて。うん、美味しい。で、これね、うん、お店のお母さんの手作りのぬか漬けかな、うん、多分ぬか漬けだと思う、うん、
お野菜いっぱいは嬉しい。ちょっとお野菜いっぱいなのは嬉しいね。でね、これが猿なしのお茶って言って、ちょっとピンクなんだけど、これなんかすごく体にいいお茶みたい。あとでね、写真の、もう載せてあるかな。ちょっと気になる人は一時停止して見てみてください。まだね、食べてる、まだね、食べてる途中なんだけど、ちょっと感じ、どんな感じで、どんな感じでご飯食べてるかというと、こういうね、景色をね、見ながら、ご飯食べてる。山が見えるんだけど、向こう、ちょっと明るさがダメなんだね。こんな感じ。そしてね、窓が全部開いててね、真夏に来ても、風がすごく通ってね、いつも気持ちいいんですよ、暑くなくて。こんな感じで食べてます。ゆっくり食べます。ご飯は全部食べたんだけど、もうこれ以上食べると本当はご飯残していけないんだけど、ちょっともう体に悪いから、今日はちょっとカツ1枚だけ残します。あとお味噌汁。ごめんなさい、カツ残っちゃいました。これも本当に女の人はご飯ちょっと少なめにして食べたらきっとちょうどいい。それか私友達と来るときはこれを1個頼んで、それでちっちゃめの定食を1個頼むか、もしくは単品の料理を1個頼む、それでシェアして食べるがいいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、そしてまだチャンネル登録してない人はチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。